その辺。広い道に出ました。車が何台も通り過ぎて行きます。生暖かい空気がその後を遅れて駆け抜けます。街路樹の葉が揺れて、信号待ちしてた女の人が少しだけよろめきます。西日がさしています。公園のヒマラヤ杉は静かです。立てかけられた自転車が喫茶店の前にあります。ベンチには誰も座っていません。管理事務所のおじさんが掃除をサボってタバコを吸っています。大切なことを大切にして。息苦しそうに母は暮らしています。大切なことって何だろう。僕はいまいちわかりません。その辺にもっと楽に転がっててくれたらいいのに。最近、コーヒーを飲めるようになりました。いつか車も運転したいと思います。